サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、漫画の編集をしている林と、デザイナーの田中です。はい、今回も、ゲストにですね、林さんのお友達の江川さんをお迎えして、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回は原のおすすめ作品ということで、松木一家さんの日本三国を取り上げたいと思います。奥付けによると、小学館から裏少年サンデーコミックス、というレーベルですね。このレーベルの一冊として2022年の3月15日、発売、ということになっております。つい最近出たばかりの本ですね。小学館のウェブ漫画サイト裏サンデーで2021年の12月1日から12月29日まで配信された分をまとめたものということですね。結構短くない？配信期間12月1日から12月29日1ヶ月間割とそういうことってよく起こるの？裏さんでそうなんですね。知らない。本当媒体によるって感じですよ。あ、そのジャンルとかは。つかめる部分で一気に。なんかな。なんかまあ、はい、一般的に言われるのが、そのウェブで連載してて、見えなくすると、やっぱコミックス売り上げ上がるけども、やっぱ新規が減る。そうっていう、だからどっちを取るかですよね、考え方として。なるほどね。そっか。で、作者の松木一家さん、これ僕初めて知ったんですけど、この作品で、ブクロキックスというブラインドサッカーをテーマにした作品をすでに発表されてるってことですね。で、僕全くこの作品のこと知らなくて、ウェブでもツイッターとかでも知らなかったんですけど、たまたまこのポッドキャストで取り上げる作品マジで次がないみたいな感じで書店にね、でしかも近くの僕南町田に住んでて、リブロかなんかがあるんだけど、ちっちゃいんだよね、だから新刊入るけど、そんなになんか品揃えもないっていう中で、仕方ないから渋谷まで行くかっつってね、渋谷で探したらちょうどこの本の発売日か翌日で、メンチンで超展開してたんで、じゃあ売る気満々だったんですね。超売る気満々だったと思う。それで騙されてみるかみたいな感じで全然なんか情報もないから分かんないんで、お前がそこまで言うんだったらっていうので、でもこれはね、攻めてますよ、このやつ作品は。なぜかというと、カバーが一色なんですよ、キャラクター書いてないんですよ。なるほどね。帯にキャラが入ってんだけど、帯外すと本当に真っ赤だね。そうで、アマゾンだったら帯基本載せないんで、この赤いのしか、赤本みたいな感じになっちゃう。なるほど。でも多分それ勝てると思わない、多分これしないデザインだと思うんですよ。なるほど。中身で勝負だ。なるほどね。オラっていう。なるほどね。そう。なるほど。へえ。だからもうこれはもう頑張って営業さんとか編集部も売るって決めた表れだと思いますね。なるほどね。なるほどね。まあちょっと俺リアクションとか全然見てないですけど、でもこの間またそれからしばらく置いて同じ書店に行ったらだいぶ減ってたので、まあ売れてんのかなっていうところとか。まあツイッターとかでどうなのかね、ちょっとわかんないですけどね。楽しみの一話はバズってましたよ。あ、本当？あ、そうなんだね。私はそれで見ました。あ、マジで？そっか。それ本が出てからってこと？だと思いますね。あ、そうなの、ね。了解です。はい。で、あらすじはどんなお話かっていうと、まあこれね、冒頭の5ページですげえ見事に世界観が説明されてるんですよ。なのでそれ読んだらすぐわかるんで、試し読みとかで読まれたらいいんじゃないかと思うんですけど、物語の舞台は令和の末期っていうことになってますね。令和がいつまで続くかわかりませんけれども。はい。で、第四次産業革命時代、世界は爆心してたわけですけれども、日本はですね、その、中においてアメリカとか中国、インド、といった諸外国に圧倒的に遅れを取って、おります。で、少子高齢化が進んで、教育レベルが低下することで、日本は、これは日本じゃなくて日本って言ってるわけですけど、日本は衰退の一途をたどっていると。で、そこに拍車をかけるように核戦争が勃発してしまいました。で、難民があふれ感染症が蔓延します。
しかも大地震が到来します。で政治経済が、腐敗堕落したことでついに民衆が放棄し暴力大革命が勃発しました。暴力大革命で人口はですねわずか数年で10分の1以下になってしまい文明レベルは明治初期レベルまで後退してしまいます、でこの日本は軍閥が割拠する戦乱の世に突入するんですね、で日本が分割されるんですけど、大和武王、武王っていうのはこれ武士の武によ、法王のですね。ほらついてんな名前が。それから聖なる蝦夷って書いて聖意ね。の3つの国が覇権を争う三国時代に突入すると。こういう世界観なわけですね。ちょっともうこの時点で最高ですけどね。で物語の主人公はその三国の一つ大和の国。愛媛軍で、若干15歳にして農業を司る士農官、農業を司るって書いて士農官ですね、に合格した三住青照、彼が主人公になります。で彼は愛媛郡立図書館の館長の娘で、彼の幼馴染でもある、年は16歳と一つ年上ですね、東町早紀、結婚式を挙げたばかりです。若いですけどね、で、青照は若干15歳で士農官に合格した、天才なわけですけれど、妻の早紀は彼がその知識を生かし、すごい面倒くさいこといろいろ言うやつなんですが、その知識を生かしていつか三国時代を終わらせて日本を再統一することができるかもしれない、そういう逸材かもしれないと密かに夢見ているわけですね、その数日後愛媛軍に大和の国の内務卿、平伝記がやってくる、平家というかね、平がこう用取ってるわけですけどね、で平一行はひどいこといろいろするわけですけど、その暴虐に耐えかねて、その妻の咲の方が、ちょっと、挑戦するわけですよ。で、ちょっと胸がすくような行為をするわけですけれど、ところがその翌日彼女はあえなく殺されてしまいます、で、その青照は一瞬ね相手を殺してやろうかなと思ったりもするんですけど、そこをぐっと抑えて、その場をうまくやり過ごすわけですね、で、日本を統一してこの三国時代を終わらせて太平の世を築くために、かつて、さきが青照に話していたことがあって、それは、高潔で文武に秀で堅物ながら誰もが尊敬の念を抱く、大和の辺境将軍龍門光秀っていうのがいるんですけどね、その人のところに行ったら何かできるんじゃないかっていうことを言うわけですけど、その人のところに実際、行くために首都の大阪に向かう、首都の大阪にそういうお話になってるわけですね。はい、どうですか実際読んでみて、林さんからか、大阪市に行きましたよめっちゃ面白かった最高だよね最高これこそ漫画だよそうなんかその冒頭5ページの設定というか、セッティング、で結構熱量高いじゃないですか。高い、やっぱ暴力が起こって、暴力革命によってこういう世界になっちまったっていうその熱がそのままあんま下がんない感じがまずすごくいいですよね。あとこれは詳しく後で話しますが、なんか今やってほしいことの全てが入ってた。いや本当そう思った俺も、しこれは編集としてもそうだし、時代性としてもあると思う、そうね、俺は時代性の方でそう、多分私はどっちかというと編集的なそのテクニカルな部分、ちょっと言うとやっぱテンポ感、私今これは仮説なんですけど、ウェブトゥンもウェブ書漫画もドラマも特に K-POP のドラマもそうなんですけど、1話の中で3日4日とか半年とか普通に経つんですよ、1話の中で。なるほどね。でこれが割と読み応えに直結するんじゃないかと思っていて、これをちゃんとやってると、1個前のポッドキャストで愚者の顔も1話で何日も経ってるんですよ、あれで。そっかそっか、なるほどね。ってなるとなんかそのギュッと詰まってる感があるんですよね、だからディストリックじゃないけど、なんか バスケットあのスラムダンクみたいに1試合をもう1巻かけてやるみたいな、とはやっぱ全然違うトレンドになってて、私これはドラマの影響が強いと思うんですけど、それに引っ張られて今のエンターテインメント全体的にやっぱ早いと思う、展開てか早くしないと多分見ない、みんな続けて、音楽もなんだったらそうです、そう転調するもんね、だって今って
音楽も、これも音楽もまさに同じことが起きてて、うん、イントロないんですよ。確かに。でむしろ今全部サビみたいな歌じゃないとダメって言われて、曲も3分ぐらいで、そうね。それはなぜかっていうと、その Spotify、うん、あれってやっぱ数十秒聞かないと聞いたってことにならないらしいんですよ、カウントが、うん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 、だからやっぱり、あ、そうだね、いきなりサビがあってまずそこで聞かせるっていうのがもうそういうこと、うん、で、A、メロドンみたいな、ね、そう、うん、昔の雑誌と違って今ってやっぱウェブで1話見て続き読むか否かっていうのを判断するから、うん、やっぱそこのドライブ感、初回、うんうん、まず面白そうな設定を先にボンって言っちゃう、うんうん、でその後のテンポの良さっていうのはなんかめちゃくちゃ今必要とされてる、うんうんうん、し、意外とこれを初めからなんかやってくれない人が、てかこのテンポ感がやっぱり知ってるかどうかがすごく大きく出ると思いますね。なるほど。これは従来の漫画のテンポ感じゃないと思うので、うん、なんかやってほしいこと全部やってんな、偉いって思いました、ね、なるほど。ちょっと上から目線になっちゃうんですけど、そう、こういうのみんなやってくれよって思った。表紙を真っ赤にするだけあるわ。いや、あ、なるほどね、なるほどね、なるほどね、構造としてよくできてると思う。そしなるほどね、そう、うん、その後の大阪、なんて状況じゃなくて上坂か、上半してからもやっぱテンポ早いんですよ。いや、しかも面白いしね。で一巻の巻末でもう結構何数年飛ぶじゃないですか、うんうん、あれよ本当本当、2年飛ばすんだよね。そう、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、なんかそうなんだってなっちゃった今。なんか置いてかれる感じというか、自分の想像より先に行ってくれる感じがなんか今なんだと思う。今の漫画とか、ね、今のエンターテインメントがそうなんだ。なるほどね、なるほどね、はい、ありがとうございます。はい、はい、江川さんいきますか。どうですか。めっちゃ申し訳ないんですけど、私は結構、おなんか面白いって思ったんですけど、うんうん、このなんか、うわーみたいな感じのあれじゃなかったんで、めちゃくちゃ今なんか、萎縮してます。はぁ、どうしようみたいな。正直だと。正味の話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 。どの辺がなんかこう引っかかったんですか。正味の話なんで通天閣なん。出た。そもそも江川さん、関西の人？関西です。始まり大阪です。なるほどね。30年間大阪に住んでた。ああ、そっかそっか。なんで通天閣なんみたいな。ここってさ、昔遊園地やったとこやでみたいな感じになっちゃったんですよ。大阪のランドマークとして、なぜ、いや、そう、通天閣って話。そう。っていう感じの、これってなんか、この、なんだろう、出典とかが結構書かれてるんで、うん、考えられてるところなのか。民命処方みたいなの出てくるんですよね。なんかその、そうですね、いや、民命処方じゃなくて、これは普通の、最後の巻末に確か、もう本当に、本当だよね、ちくまとか書いてあるから、だから、読んだら三国志を引用してるとか、この孫子なんだなとか、老子、老子かな、うん、とかは分かるんですけど、うん、このなんだろう、混ぜ方が個人的にあんまりよく分からない感じの混ぜ方だから、これでも私も詳しくないからそこでライドできてないだけで、みんなはこの長篠の戦いとか出てくると、うわこういうアレンジするんかみたいな感じになって、これは主人公はあれですか、孔明とかをモチーフにしてるキャラってことなんですかね。あ、そこまでそれ意識してんのかちょっとわかんない。でも軍師になると天才軍師、天才軍師って、まあ一応孔明戦的なものは持ってるんですよね。だからそれっぽく見せたいところあるのかなっていう。あ、でもなんかこの明治時代ぐらいまでのテクノロジーに対抗した結果、なんでこの軍友割拠の世の中になってるのかなみたいなのが個人的に、もちろんなんだろう、ドーンとした SF の入り口っていうのはわかるんですけど、そこら辺が個人的にはなんだろうな、自分が思ってる感じの飛び方じゃなかったから、うん、お、そうかって思ってて、で別に大阪で通天閣だから気に食わないとかそういうわけではないんですけど、あ、そうか、あまりに分かりやすいランドマークとかそういうこと、そうそうそう、東京タワーで、例えば東京タワーでやらないと思うんですよ。なるほどね。仮にこれで東京の舞台だとしても、東京タワーではやらんだろうとか、北海道で時計塔でやるとか、時計塔はあまりに低いかもな、ではそっかみたいな、政治するところじゃないよなみたいな、例えば大阪城とかだったらもっと納得してたかもしれない。大阪城って出てきましたっけ。出てきたけど、ね、このなんか出てなかったっけ、お城っぽいのはなんか途中あったような、ただキャラはすごい大阪とって これはそう、そうですね、ここね、そうですね、そうか、なるほどな、そうそう、でも通天閣の話だっけ、もともとは違ったみたいな話があったでしょ、凱旋門の上にエッフェル塔、あ、そうです、そうです、それは実際の通天閣が昔は、うん、あのね、この下はエッフェル塔じゃない、凱旋門にして上にタワーを建てたったら、うん、ええんちゃうって言って建てられたのが通天閣っていう実際の話ですね、うん、そうなんです、ね、だから多分主人公は詳しいっていうことです、うん、その情報マニアだっていうそれすごい、日本大好きです、ユニバぐらい並んだみたいな、ユニバぐらい並んだ、でも
ジでユニバーあれぐらいなら俺はさ、そこの部分はだからそのキッチュさみたいなものとかを組み合わせくってくるところがこれの最高なところだとは思っていて、まあ、その程度かな。で巻末 の、 あの参考文献ってあんまり長くないんだよね、うん、あそうなんです、ね、本当になんであの逆にさ参考文献載せる人って、うん、本当もっとしっかりするやつ多いよね。いや、人が多いですよ漫画の場合は。例えばあるよ星屑の巻末の参考文献ってすごいマジなみたいな。そうですね、そういうのじゃないよね。そういうのじゃないっていうところのなのになぜ載せたみたいな面白みかな。そう、私ももう関西出身なんですけど、うん、私はもう何も思わなくて、いやむしろみんな偏差値が下がってる。特に大阪大和のやつ、え平って大和の人だよね、うん、そう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 、まあ確かに、うん、あの知能レベルのやつが政治を牛耳ってるんだったら、うん、まあ、通天閣らへんにあのやらんでもない政治府置かんでもないって思って確かに分かりやすいやんみたいな。ここのその通天閣は柄悪いんですね。そうそうそう、この時代の、うん、で、うん、その登竜門っていういわゆるその士官を、うん、士官候補をたくさん集めてるそのメパッチのおっちゃんがいるんですけど、何、うん、ですかね、そのうーん辺境将軍みたいな、うん、要するに中核の帝の側近ではないんですね、うん、だからそういう感じのちょっと荒れた、うん、中心部でないところの外側からやってきたオラついた連中が集まる、うん、そういう場所っていうことで当ててるじゃん。だから大阪全体にどこに何があるかはまだ分かってないところはあるみたいな。しなんかあれですね、そのこの作独特の世界観、その服とかは別にこれまで見たことある、なんか特殊な、うん、なんかなんだっけ進撃の巨人みたいな、こう、うん、その作品にしか登場しない服とかじゃなくて、うん、全部学生襟詰め、え、なんだっけ、あの爪襟とか見たことある服なんだけど、うん、なんかこの世界しかない感じって空気感ありません、うん、この独特な感じとか、そのみんななんかやから感とか、うん、でもその中に貴族っぽいのかなこの人みたいなとかの、うん、なんかその世界観にも私は結構もうオッケーって感じです。あとはなんか世界史とか世界観とかはもう少々荒くてもオッケーですって感じ、うんうん、そうですね、うん、なるほど、なるほどな。いやなんかでもなんだっけ、長篠の戦いじゃなくて、うん、その将軍が結構すごい人だっていうシーンで、長篠の戦いか、あってもあってもゲリラ戦みたいになってる、なんか名神高速道路沿いに陣を張った俺らに間違いはないみたいな。いやあのさ、やっぱ言葉の違いすげえ面白くって、関西大和とあとなんだっけこれ、武王のやつらの話し方の違い最高だよね。要するに何だ、武王っていうのが東の国みたいな関東で、で大和がいわゆる要するに西側のね、でもう一つその蝦夷地っていうんですか、蝦夷地的なのがまあ東北からこうあってみたいな三勢力が、ね、三国志になってる。そうね、でやっぱ長篠の戦いって言った時にさ、うん、あれどこだっけ、新東名高速道路、面白すぎですね、最高だよ、言葉の意味がちょっと変わっちゃってるみたいな、歴史が断絶してるから、ね、そうそう、本当だったら鉄砲隊がみたいな話になるわけ、そこのちょっと何だろうな、あれはもうちょいちょいずらしの面白さ、はったりの面白さ、うん、だっけやっぱ気が利いてるというか、うそこだけでなんかグッドポイント上がっちゃう感じがする。なるほどな、多分そっちのこのちょいずらしみたいなのが面白いかどうかっていうあれですよね。でそれだけじゃなくてやっぱキャラクターもみんな立ってると思うんですよ、超立ってる、うん、その冒頭でもうね奥さん亡くなっちゃいますけど、奥さん最高だよな、いい奥さんだよね。でまあなんていうんですかね、まあ奥さんを殺しちゃったのはちょっともっだいないかなっていう気がした、ね、でもこれぐらいよ、これぐらいのスピード感ないよ、なんかもうね、殺さんといてくれ、1話であれぐらい残酷な幸せと、うん、もうあの最悪なことを起こさないと、2話まで、この後2話まで読んでくれないんじゃん、読者、この後どうしよう、めっちゃ奥さんに似たさ、女の子とか出てくるに決まってんだよ、やめてよ、いや、いろいろ通天閣がとか言ったけど、普通に面白いと思って読んでるからさ、やめてよって なりましたもん、読んだとき、奥さん死んだところで、斬首でね、斬首、そんなことするみたいな、逆に敵側とかにいるんだよ、あそうですね、なるほどね、ありそうだな、ね、いや、敵とかもどう、まだそこは全然 見えてないじゃない、蝦夷の方なんてより分かんないですよ ね、 ね、 そうですね、最高なことになりそうだな、そこのところ、確かに、確かに、なんかちょっと最初に1ページでその三国の説明してるシーンあったと思うんですけど、うんうん、そうですね、なんかそれぞれそのなんだっけ、大和と、うん、
武王とは一応なんかその帝を立ててるみたいな感じなんですよね、うん、その王様がいてみたいな感じ、うん、だからある種その南北朝的なことになってると思うんですけど、うん、その蝦夷の征夷っていうのところだけはなんか共和国みたいな、ね、あそっか、うん、あだからもしかするとなんかこう構造的に違う何かがあるのかなみたいなことを全然読んでないで、あのいい加減なことは言えないんですけど、むしろそんなんやったっけって思ってたから、私もそうだったっけ設定の読み込みがすごい苦手なんであそうなんだって、まあまあまあ、でも多分ね、そこまで今ちゃんと把握じゃなくても、うん、読んでいくうちにちゃんと分かるタイプだと思う、まあ、まあ、そうだったもんね、うんうん、まあだからそういったところまで描いていくとしたらどれぐらい長くなるのかとかね、うん、思っちゃう。結構スピード感がすごいから結構密度高めにスパーってやってくれる感じなんですかね、かもしれないですね。それでも最高だしね。どうですか多田さんは読んでみて。あ面白かったっす。あの、うん、すごいスピード感もあるし、あの絵もすごくかっこいいし、うん、黒ベタが効いてて、うん、でも絵もいいよね。絵も絵うまいですね、めちゃ。でザラッとした感じをちゃんと残して、うんうん、紙で見た方がすごい良かったです、うん、電子で読んだんですけど、確かに確かに紙の方がいいか、紙の方が黒ベタがすごい入って、うん、キッとしてペンタッチとかもね分かるんで、まあ、そうそうそれ分かる分かる。で最初にいろいろあるんですけど、でもまあ設定は多分後々こう拾ってくれると思うんで、基本的にはもう1990X 年世界を核の炎に包まれたで大丈夫なんですよ。ギャリーって感じ、本当そうだよね。基本北斗の拳なんですけど、うん、でも北斗の拳とか見てると、でもこの人たちさ、この社会状況で生きていけないじゃないですか、みたいに思うんですけど、その北斗の拳時代を一旦超えて、そのなんでそれぞれの軍閥が立ち上がって、うん、その先の時代の感じなんだ、うん、でその文明レベルがちょっと明治っぽいっていう、うん、ちょい先、北斗の拳のちょい先、ちょい先みたいな、さすがにサウザーとかないっしょみたいなぐらいになった感じの、ピラミッドはちょっとね、そうそう、それじゃあもうみんな食っていけないし、うん、みたいな感じの、まあ、群雄割拠の大和の愛媛軍のなんか地方のまあ役員ですよね、うん、しかもなんかあの農産省、農林水産省のなんか役員みたいな、うん、あの主人公がみたいな、まあ神さんがまあ惨殺されることによって、まあある種その大和っていう、まあある種の一番大きい一つの勢力だと思うんだけど、うん、そこの中心にまあ弛緩してって、うん、で彼自身は全然武は立たないんですけど、うん、そのまあ力が支配する世界になってるんだけど、うん、だからまあ北斗の拳世界で殺される側の人だったんですけど、うん、それがその言葉、まああと歴史に対する認識っていうかすごい好きなんですよね、うんうん、こうそのかつて日本っていうものがあって、うん、こんな面白いものがあったんだなっていうのは結構文明的には一度リセットされちゃってて、みんなその興味なくしてる部分をなんか知識と、あとなおかつそういう兵法とかかつてのその文献、うん、それこそなんですかね、この孫子とか、孫子とか出てくるんですけど、そういうものを知ってて、まあそのなんていうのかな、それぞれの哲学や兵法を用いて、そのなんですかね、あの武官やその将軍たちにこう語りで勝っていくみたいな面白さっていうのは、やっぱなんつうんですかね、昔あったそのチェンウェンのなんか東州英雄伝みたいな、なんかそういう軍師がその何ですかね、その言葉の力でのし上がってやってみたいな、どんどんそのなんていうか立身出世していくっていう、なんかオラオラ的な盛り上がりはすごく面白さとしてはあるのかなと。なんか逆に原さんがなんかこう今ぽさみたいなので良かったっていうのってどこの部分なの？うん、そうね、時代的なことで言うとさ、その例えばそのサキっていう奥さんがさ、うん、あの言うセリフの中でね、うん、血筋、性別に出身地、肌の色やルックスしかり、生まれつき与えられたもんには何の価値もねえみたいな、そんなんで他人にマウントを取る人間をうちは軽蔑する、己の価値は己の手で作り出していくもんじゃんみたいな、うんうん、こういうことを言うわけだけど、それはだから平川の、うん、あのなんかこう役人がね、うん、ひどいことしてるところでそういうことを言う、なんか摂関政治みたいにやってるわけですよね、うん、帝を立ててね、血筋でね、そういうところとか、それからあとその青テルの方が大阪に行った後に同調圧力みたいなものをすごく感じる部分で、それに対して戦っていくみたいな、うん、でさ、やっぱあの現実の社会の中でもそういうものって日本の中ではすごく感じる部分じゃない、うん、でそれに
対するなんていうか抵抗みたいなのもツイッターとかそういうところでは現れやすかったりするけどさ、うん、でそういうものをこういう痛快なフィクションの中でちゃんとやっていく、うん、言葉にしてやっていくっていうところは、うん、俺すごく魅力を感じた部分で、うん、ましてやその1話1巻からっていうのはね、うん、もちろんその長期連載化したらそういうのってあると思うんですけど、うんうんうん、なんか1話から言ってんのなんかかっこいいですよね。かっこいい、うん、いやはっきり自覚的にやってんだなっていうのはそう感じる、うん、私そこで1話で言うとあーって思ったのがなんかその孫子要は嫁さん奥さんを殺した人に対してなんかこう、うんまあ、デブみたいな言った後に、うん、そのまあ朗々となんか孫子曰くって言ってそれを解くんですよね、うん、でもそのアホやから、うん、そのわかんない知らん何それって言われるんですよ、うん、だから知らない人は、うん、本当そんな知らんわみたいな、うん、でもなんかそうじゃねえみたいなそのなんか知らん無知への怒りみたいなのはすごく感じて、うん、なんか今、まあ、私は結構そういうのがまかり通ってる時代だと思うんですよ、うんうんうんまあ、そういう意味ではもう一つの写し鏡っていう意味ではその登竜門っていう要するに仕官するのを集めてる大阪の場所があるんですけど、うん、もう一人の強者これは腕が立つやつで、うん、常ちゃんさんってやつ、うん、いや常ちゃんさんよかったですね浅間義経浅間義経常ちゃんさんこいつは腕が立つんですよね、うん、ただあの要するに戦術家なんですよねその場のハッタリと、うん、その場の武術でやっつけるみたいな感じのやつで、うんうんうんで彼もまあ同調圧力みたいなものは利用しつつもちょっと軽蔑しててみたいなやつがいるんですけど、うんうんうん、それに乗っかる彼ともっと大きいなんか大義のためとか戦略的に動くって大きい流れであの戦うあの主人公のアホテルさんアホテルさん七三分け七三分けっていう地味七三地味七三地味をだっけなんかそんな感じ三地味をっていう対なんていうんですか一応対比するキャラクターが出てくるってちょっと価値観の違いとかね、うんうんうん、面白さもありますしね、うん、私一番好きなシーンこのいいねするところがいいねアホテルさんがいいねしていや何お前いいねしとんねんってその余裕どっから出てくるんじゃみたいな何上からだよねみたいなそうそうこの漫画の中で一番誰好きって言われたら私はつねちゃんさんマジかえでもつねちゃんさんはね人気出るよ女の子のやつ大好きつねちゃんさんはね好きでこの角安明っていうあんまり多分まだ一巻ではあんまり出てない、ね、待って秘書のメガネそう秘書のメガネ秘書のメガネはさ絶対人気出るでーと私はあれは好きやでーと絶対キャラ立てる気満々だよ、ね、女人気出るあれはこのキャラは人気出るでーみたいな1年後見てみめっちゃ出るよそうだね何か薄い本がそっちかいそうだねその人気は出るなるほどなでも、まあ、秘書名前なんだっけそのえ何かいますよね書くって言って、うん、ここにって返事するのもよかった、うん、よかったねやつはできるやつみたいな感じ、ね、でしかもあの出身があれなんですよねあんまり豊かじゃないうんおうちの子成り上がりの国なんだ、ね、人気出るなあれでちょっとインテリっぽいね見た目なのがいいですよね、うん、なるほどねキャラ作りもうまいなのし上がってきた、まあ、キャラがやっぱ色気あるよなあるあるいちいちそうですねおっさんもかっこいいですしね、うん、おっさんかっこいいあのでもムカつく全部はほんとムカつく顔してさ20秒みたいな、うん、とか龍門光秀でマジかっこいいわ見ちゃうまあ彼は腕の立つね、うん、そのゲリラ戦の現場で、うん、あのむしろこいつ主人公っぽいよねああ龍門なんか従来の少年漫画だったなるほどで要するにでもその対談の中でもこの多分浅間義経っていうのはこいつはまあ名前が義経ってことから分かるように、うんうん、兄ちゃんあ、ごめんなさい兄ちゃんいるんですかねまあまあ多分平にはムカついてるっていう分裂が、うんだ要するにこう源氏側なんですよね、うん、こいつはね、兄ちゃんにそうだなそうそうそうだから多分権力持ってそういうこともあっておそらくなんか腹に一物ある人間なんだろうな、うん、みたいなことは全然感じるし、うん、みたいな、ね、だからその格好はその幕末その戊辰戦争的な形ではあるんだけどその要するに何つうの歴史が好きだったらその戦国のところとか確かに、ね、長篠とかそうですもんねそうそうそう、うんその南北朝とかいろんな日本の歴史の美味しいところをごちゃ混ぜにして、うん、いい感じの面白さをこう持たせてるっていう、なんかそこのちょっとそのカラッとしたバカさ、うんうん、もういいスパイスが合うんですよ ね, そうねで, で歴史知らなくてもいいしっていう感じだし、うんうん、そうだねでやっぱハッタリ
絵も貼ったりも聞いたりしさ、うん、演出もそうなんで本当そこのかっこよさもあるかなと思うな、うん、俺やっぱすごい心ときめいたのが、うん、主人公の青てるが、うん、愛媛郡からね、うん、大阪に行く時に船に乗って、うん、船でずっと来るわけだからさ、はい、その時になんかセリフ忘れちゃったけど、ね、なんて言ったんだっけ、うん、あのあじゃあ世を変えるためにあのお前なんでその思いっきり知らない愛媛から大阪まで、いい役職持ってんのにそれやめて、うん、わざわざなんでそこに行くのって言った時に、うん、世を変えるためにっていうこんなセリフでさ見開き作れねえよ普通そうだね確かにそれがちゃんとかっこよいそして刺さるっていうのは、うん、すげえ能力だなって思う、うん、やっぱお膳立てがうまい。うまいね。だって、よう変えるしかねえだろって思うじゃないですか、ね、あんな一話。でも、すごくそれも面白いし、うん、その、なんつうの、まあ、全国制覇なわけですけど、うん、ある種、その三国時代を終わらせて、天下太平を取り返すっていうのが、まあ、彼のね、うん、しかも別に武人じゃないわけじゃないですか、みんなが食えるようにするっていうところから、彼は始まってるわけで、うん、そこはすごく乗れるところだと思うんだけど、ちょっとその見てて思うのはうるせえなって感じで、これからどんどん多分すごく考えられてる作品だから先考えて作っていくと思うんだけど、要するにそのなんていうの、天下太平の夢っていうのはもともと彼の夢じゃないわけですよね、奥さんの夢、そうなんだよね、だからそれをなんていうの、どうやってその自分のものにしていくのかっていうのはちょっと気になる、要するにだからもしかすると奥さんが生きていればもうね、なんかまた別のそのなんか日本主義的ななんか違う世界観を持ったなんつうのかな、違う理想の敵として立ちはだかる可能性もあるなっていうのはちょっと夢見るところであるんですけど、ある種その彼は日本マニアで、かつて日本というすごい文化があったっていうことに対する憧れはあるんだけど、その日本を統一して取り戻すっていうことにどういう大義があるかっていうことはちょっとまだわからない、うん、まあ日本だってたかだかこのその大義のことを考えると、やっぱりこの世界がどういう経緯をたどってきたのかっていうのはやっぱりその大義を考える上で重要だなと思ってたんですけど、どうなのかなと思った、一応最後に年表が出てて年表すごいよねがっつり年表が出てて、そう考えると多分日本っていう時代は多分1500年から150年か160年か、それぐらいの歴史しかなかったわけですよ、うん、だからそういう意味では日本っていう形になる前のその明治時代ぐらいに時代を戻すっていうのはすごく、うん、あの理屈に合ってると思うんだけど、そういう意味ではその150年ぐらいの歴史だった日本に戻すっていうのに、なんつうの、彼にとってのどういう大義があるのみたいなことはちょっと考えていく、うん、だから多分それぞれ3つのそれぞれ豪族がこのバックをして、多分、まあ、戦争状態になってるのは良くないっていうか、貧しい人もいるし死ぬ人もいるしってことがあるんだけど、この先彼がその日本統一に向けて名軍師として戦っていくんだったらば、その大義については考えなきゃいけないことになっていくだろうなっていうことは考えるかなと思ったんですね。だからそもそもが彼の持っていたその理想ではなかったわけなんで、一発その中心に行ってその力を使って世の中を統一するっていうのはやっぱり神さんのね夢だったわけなんで、それが彼の中でどうなっていくのかなっていうのはすごく興味があります。もういないからこそですね、再解釈可能であるっていうところがねそうなくなってくるんで、うん、だからもしかするとね、これがさっきそのなんつうのその、うん、遠いっていうかそのね誠意のやつとか武王のやつとか、うん、別のなんかこう視点が入ることによって、うんうん、もしかするとその世界統一とかなんか日本というものをどう捉えるかっていう意味が変わってくるのかなと思うと、うん、面白そうだなっていう、うんうん、多分ねこのなんつうの大和だけの視点じゃないでしょう。この作り方、間違いない。だからこの先読んでいくと、
その視点が変わっていくのは面白いのかなっていう気がする、うん、しかも、まあ、軍師にはなるってくるんだろうけれども、うん、元は農業やってる資料館なわけ で最初はなんか大根から作ってそうだよ、ね、いかにそれが重要かって熱弁してたんで、うん、はいはいはい、そこからの成り上がりとか、まあ、そこの視点も大事にしていくんだと思うし、うん、それもちょっといいところかなっていう気がする、ね、うん、そうですね、最初に仕官する時も兵隊の問題を解決しますってところで、うん、まあなんか認められたわけですね、認められるわけですもんね、うんうん、そうね、このさ年表をさ、うん、俺すげえ詳しく見てねえんだけど、はいはいはい、超楽しくて架空年表架空年表やべえなって思ったのがさ、ええ、これさ、なんだっかな、まずね台湾とかは中国に支配されるんですけど、南北朝鮮統一してますもんね、確かね、うん、あ、そうなんだ。でさ、アメリカにで核爆発が発生するのね、で、それをアメリカ側がね中国のサイバー攻撃による核爆発と誤認するのよ、でそこから世界中の核戦争に突入してき報復が起こり合うみたいな話に、なってくるんです笑ってもうてるじゃないですか。そこはやっぱ最大の嘘っていうか、もしかすると後々語られるのかもしれないですけど、いわゆる最初の部分でそのなんつうの、なんつうの、超電磁発射的な、まあ要するに戦略核が扱えるような原子力空母を中国がガンガン持って、要するに全世界を要するになんつう戦略核の圏内に入れるとこから始まってるんですよね。で、あのアメリカとあの中米の、まあ要するに核戦争が最初の結構大きい引き金になっていくんですけど、まあその前にその米軍がこの韓国から撤退してたりとかあるんですけど、そういう状況でなんで日本が核攻撃関係なく生きてんのってすごい最大の疑問っていうのが、うん、だから他のところはボッコンボッコン結構核落ちてるんですよ。島国だったからじゃない、いやいやいや、やっぱり落ち目だったから、落ち目だったから攻略する意味がなかったから最前線じゃない。さあその時は多分もう米軍も引き上げてたんじゃないですか、なんか日本もダメだみたいな感じで、まあ、だからそこはもしかすると何かしらの語り方があるのかもしれないけど、でも結構ね、一話から年表出すってリスキーですよ。まあそうですよ、だから要するに現状そのロシアの侵攻とかあってっていうことを考えると、ある意味です、何ですか、まあここからどうかわかんないけど少し歴史的な方向としては変わってるかなって感じがあるわけじゃないですか、すぐに漫画の方向としては、うん、だからそのリスクを負ってるのはすごいなと思いますけどね、うん、はい、はい、そんなとこです、ね、そうですかね、はい、まあこれまだ一巻始まったばっかですけど、この後超楽しみだ ね楽しみですね、つねちゃんさんとちかくさんがもうちょっと出てきてほしい出てくるでしょ、いっぱい出てきてほしい、ね、まあ、あと漫画のジャンル的に広いも出てくると思うんでね、うん、女の子も、うん、あ、そうですね、最初にヒロインの女性出てきますけど、その後女性ほとんど出てこない。そうだね。うん、でもつねちゃんさんヒロインにしてそっち方向かい。そうします。まあまあね、ヒロインとしてのスペックはあるか、うん。最近は珍しいことじゃないんじゃないでしょうか。確かに。ゴールデンカムイとかも男バカだからね。そう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 。実際その中に出てくる、なんだろう、まあ東洋人。まあ東洋系ばっかなんですけど、その顔の描き分けっていうのはすごくたくさんパターンがあって面白いなと思うんだけど、うんうん、ね、逆に言えばそのなんてすごいその移民がガーッと入ってきてたりとか、そういうことが語られてるから、そう、ね、うん、その人種的な部分での出てくるのかどうなのかなみたいなちょっと気にはなったりしますけどね、顔はいい顔揃いです。あ、そう、濃いよね。濃くて、いい顔がたくさん出てきます。あのドヤ街の大阪の、うん、いい感じでしたね。ちなみに分かりました、なんか邪魔するで、邪魔するなら帰ってって愛用って、あれ分かります、え、なんかあんの、最初のところありました、吉本新喜劇のもう超定番の、なんて言うんですか、お決まりのあれ、うん、だよね、お決まりのあれ、乳首ドリルみたいな、乳首ドリルすな、せんのかいみたいな、そうそうそう、あれよりも多分古い。あ、そうなんだ、ね、基本的なやつなんです、ね、あるわけ、あれ部屋がいいっていう、ね、だから大阪にいたらこう様式日、なるほど、ね、薬剤様式日、薬剤様式、お約束のだと思いますな、いい顔わかんないよね、そう、やっぱ関西の県じゃなくてわかんないよな、このね、まあまあいろいろ見どころがあるというとことでね、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います、はい、ということで今回は、松木一家さんの日本三国を取り上げました、次回なんですけどもちょっと順番が変わって次回も
僕のおすすめ作品ということで、はい、やっていけたらと思うんですけれども、うん、次回はですね、海外の漫画で、エイドリアン・トミネさんのキリング&ダイングっていう、うん、で出版されたのはちょっと前だったよね、うん、そうですね、2017年に出たやつですね、うん、で、まあ、なんでこれをやるのかっていうと、うん、ジャック・オーディアールっていう映画監督のパリ13区っていう、新作の映画が4月22日から公開されるわけですけれども、その作品が実はこのキリング&ダイングのいくつかの短編をちょっと元にしているという、ことですのでね、そういったこともあって、この作品を取り上げたいと思います。はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林とただと江川でした。はい、江川さん、はい、これで最後ということですね。とりあえずね、お付き合いいただいてありがとうございました。素晴らしいトーク、ありがとうございました。もう私はもう皆さんに愚者の顔を呼んでいただけたのでこのまま成仏できます。ありがとうございます。ぜひまたね、改めてご参加いただけたらと思います。はい、ということで、今回これでおしまいです。また次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、また。